思い違いかと、まさか梶原がさようなことを。お主の目は血穴ということだな。ジン、少し話せるか。今のは一体。梶原という男が我が館に刺客を放ったことが分かった。やつも犯人の一人だ。梶原の家はこの近く。坊主が場所を知っておるが口を割らぬのだ。それでは私が聞いてみましょう。跳ねたの木を取り戻した英雄たちをどうかお守りください。純子、無事で何よりだ。酒井様もご総見で。梶原という者を探しておる。居場所を知っておるな。政子様はひどくお怒りのご様子で、あやつを殺めるのではありませんか。足立家を襲った連中とつながっておる証拠があるのだ。まさかあの梶原が一介の心優しき漁師でございますよ。政子様は我をお忘れなのでは。純子、話をするだけだ。本当にお話をするだけならば。もう子供に。道沿いに海へと進めば浜に梶原の小屋があります。それで道沿いに浜へ参ります。世話になったな、坊主。幸あらんことを、政子様。私は決して武器を取ることはない。いかにしてあの堅物から聞き出したのだ。私の言葉には頑として耳を貸さなかったぞ。あなたを恐れておるのです。恐れる？なぜだ。時にいたけだかかと。なんだと？責められる覚えはないぞ。梶原の正体は残虐な男。かつては館の下男でな。有能ではあったが、いかんせん気短であった。遠目に見てやったものの、影では己の妻と娘に手を挙げておったのだ。下道めが家族に害を加えるとは。即座に館から追い出し、その妻子を我が家でかくまうことにしたのだが、翌日には夫の元に戻ってしまった。人は変わりません。期待したとて裏切られるだけです。この道を進めば浜に着く。見つかるのは避けたい。馬を降りるぞ。慎重に進みましょう。梶原なら家族を盾にしかねません。あれが梶原の小屋でしょう。猛虎がおりますな。一家全員すでに殺されておるかもな。もしくは逃げ延びたか。行きましょう。死ねるか。
まだ死ねん。この程度では止まれぬわ。アクトール、猛虎は全て仕留めた。一家は小屋におるやもしれません。真新しい布。布ではない、絹だ。一階の漁師が買える品ではないぞ。梶原の妻子に相違ないかと。いずれこうなると思っておったわ。猛虎が殺したのでは。ならば梶原の骸はどこだ。刃が血に濡れておる。猛虎の兵具ではなさそうだな。寮の道具です。ここに足跡が外へ続いておる。梶原のものやもしれません。一人で逃げおったか。足跡を追いましょう。梶原か。雅子様、猛虎に襲われ妻と娘が。よくも抜け抜けと。お前が殺した。頼まれたのです。猛虎に殺されるよりは救いがあると。おのれ。ジェン、一族を殺めるため館に刺客を送ったのはお前だな。主の名を言え。答えれば楽に殺してやってもよいぞ。おのれが妻子にしたようにな。あのお方は分かってくださったのだ。何を分かってもらえた。あんたのせいで身を滅ぼし、家族を食わす銭もなくなり、路頭に迷わざるを得なかったことを。あれ以上は聞くに耐えん。全て出任せでしょう。身を滅ぼしたこと以外はな。貞男を見ておる気分であった。犯人どもは遺恨から館を襲ったようです。深い恨みを抱く武士が率いておるようだが、全く心当たりがない。突き止めねば。
良くやっていこうな。我が故郷、大見村。猛虎はおらぬか。どこだ。不届き者め。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。お疲れのようで。飯の支度を。飯は結構だ。猛虎勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。毒が来たのに私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。コモダではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。さあこちらへ。墓地に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を。土を鳴らし毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたがお救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は。おるぞ、政子殿だ。まあ、幼き頃からおのこと稽古していましたからね。
いつか司祭を聞かせてくれ。雅子様だけですか？他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか？ああ、未だにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。坂井様、お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。灯火や禅を汲みたる在し日の露と消えぬる歌方のこと。鎧は中にあります。そうか、助かった。Thank you.
どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい卑怯者め。中へ入れ。怪我はないか？島の民よ、また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも、あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。うん。ああ、殿。しばし座りましょう。堺の者は毒など使いません。猛虎と戦った堺がいようか。使える手立ては使わねば。これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだ、ユリ。良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。うん、湖の向こう岸、漁師の家のそばに葦が生えているはずです。昔葦を束ねて小さな船を作りましたね。龍蔵とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心。夜に明かりがついておりました。誰かいるはずです。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。さあさあ、早く足を。
勝負！このまま逃げて、カラスが群れをなして南へと向かうとき、それは移ろう季節のせいなのか、それとも災いの兆しなのか、天狗の伝承を答えが分かる。吹きやすそうだ。ユリに届けよう。
様、若様、ただお一人で。しました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。どう、薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さで。猛虎を殺せる強さにしてくれ。様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。どうしたのだ。若様はここで志村様を殺めかけたのですよ。何？確か3つか4つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。ご座と焚き火、野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では薬草を集めましょう。休んでおれ。俺が積もう。種は毒です。食べないで。子供扱いはするな。失礼を。お母上に花を贈られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。それで十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、身を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。この道で合ってるのか。ばあさんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるな。もう近いか。方角を調べてみる。このどこかだ。急げ、逃がすわけにはいかん。
怪我はありませんか？案ずるな、始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは、老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか？全く落ち着きのないお方、もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう？思い出してくれ、役に立ちそうだ。何だったかしら。赤くて落ち葉？いえ、花びらがあったはず。あ、お花だ。違う、思い出せない。母上がいらっしゃってくだされば。若様、何か召し上がります？飯は結構だ。だが毒がいる。何から作るのか教えてくれ。花でございます。覚えておいででしょ、私が墓所で育てていた花。掃除したのは覚えている。父上に何度も水を汲みに行かされた。鍛えていらっしゃったのですよ。お体と祖先を敬う心を。花を覚えていらっしゃいませんか？彼岸花か。そうでした。十分な量があればネズミを狂わせるような毒を作れます。お互いを殺し合う恐ろしい毒を。大義のためだ。人にも効く強さにしてくれ。若様がそれほどおっしゃるなら、どこで花を詰めるかよく覚えております。行きましょう。この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末路に。母の死を受け止めきれずこの森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが見つからず迷子になった。三日も行方をくらませて、お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りですよ。幾度も戦場に立たれたお父上が、あの時ばかりは一人息子を案じて同しない、よもすがらご捜索を。もうすぐ墓所に着きます。お父上がクロードのことを聞かれたら。叔父上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だと。殿は心が豊かでした。心が豊か、父上が？若様も同じでございます。待て、獅子を汚すとは。ここにいろ。さあ来い。食卓を安せん。
そちらの精鋭を出せ。追い払いましたか。ああ、彼岸花を探してよいぞ。どうしてここで探すのです。お主が植えたのであろう。ああ、ここではありませんでした。はあ、久しぶりなもので。他の墓所でしょう。大場君のご一族のすぐ近くです。ユリ、覚えておるか。確か俺が6つの頃、この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか。男が叫んでおったな。あの夜、従者と館に戻っていたところ、賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。従者は震えておったろう。ええ、ですが殿のお姿に。父上に？なぜだ。老頭と共に賊を追い払ったのですが、すぐさまお一人で追いかけられて、その後遠くから悲鳴が。夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ。殿をもののけと見まがう者もおったほどです。この湖に見覚えは？よく座禅をしに来たな。落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。岸からの眺めは格別です。若様、こちらへ。この老体を休ませてください。今じゃ騒がしいのは私の方ですね。この湖には良き思い出がたくさん詰まっております。騒ぐこの相手との。母君が若様を身ごもっていらした折、よく散歩に。そろそろ行かねば。
元服されてもまだ岩にはなれるのですね。また座禅に来よう、戦の後で。ええ、若様。墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが、なんということ。墓を壊した上、先達の魂まで怪我しおって。早く花をお集めください。見ておられません。黄泉にいる叔母上も嘆いておられよ。槍川の乱で死んだ勇士らの墓にかような仕打ちとは。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。正し様、楽しき遠出にございます。正しと言ったか。私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。待て、スゲが差しようだ。お待ちを、毒をこしらえてみましょう。どのような毒だ。恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。毒ができました。こちらを。私はここに。死んでる。近いな。一度引く。戦える備えはしておけ。死んでる。ああ、こいつまで。隠れても無駄だ。ここまでだ。せっ、死には逃がさないぞ。とあいつだ。
誰がやった？逃げ切れると思うな。逃がすわけにはいかねえ。賊は根絶やしにしたはずでは。賊ではない、菅笠衆、竜蔵の一味だ。なぜ竜蔵がそんなことを。それは俺にもわからねえ。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ。見てみよう。ユリ、疲れたか。大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。大昔のことですから、お忘れなのでしょう。を免れたのですね。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。ああ、覚えておるとも。一つ読まれては。
方けれど。とわに流れる水ならで。家も命もいたずらにして。お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、たけき者も必ず滅びる。近江に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと忠様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです。志村様は確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ、動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。トラ！
試しといくぞ。待たせてしまったな。祈っておりました。道中気をつけよ。これを感謝の印として。太刀についてのご用があればお役に立ちましょう。猛虎は何頭の馬を船に乗せてきたんだろうな。数百だろう。餌をやって世話するのも大変だった。金、材木、布を扱います。役に立ちますよ。お役に立ててください。
んな鎧でも結構です。これで安全です。お体の傷も減りましょう。より頑丈になりました。助かった。登り旗はございましたか？武家のお話をご存知なのは今や対馬には数えるほどしかおりません。どうかお話をお聞かせください。うん。今から少し昔のこと、賊に囲まれたことがあってな。一人で戦おうとしたところ、急に奴らが背を向け森の中へと逃げていった。振り向くと長尾家の弓取りたちが丘の上に列をなし空へと矢を放っていたのだ。赤子の頃から鍛錬を始めた者たちだと賊も聞いていたのだろう。おかげでいさかいはその場で終えることができた。その夜酒でもてなしたことは言うまでもなかろう。素晴らしいお話でございました。他の者にも聞かせてやらねば。あなた様のご助力ありがたく存じます。登り旗はございましたか？無本者の槍川家が猛虎と戦っているという噂があります。奴らは心変わりしたという声も聞きますが、はてさて。志村殿は槍川に加勢を求めている。今は昔のことを忘れ力を合わせるべきだ。さようでございますね。過去は忘れられずとも、今我らが見るべきはこの先のことでしょう。その昔槍川の戦士は英雄であった。無本者が全て死んだ今、恥をすすぐ機会を得たのだ。ご尽力くださり誠にありがとうございました。